松山市内の自動車販売店で中学生が職場体験に参加し仕事について学びました。この職場体験は地域貢献の一環として松山市の自動車販売業リバティが毎年行っているもので、今日は久米中学校2年生の生徒4人が参加しました。生徒はまず洗車に挑戦。スポンジを使って汚れを洗い流した後、車体に水滴が残らないようタオルで丁寧に拭き上げたり、掃除機を使って車内をきれいに掃除していきました。自分たちがこう中古車屋さんに来てもこういう洗車とかは見ることがないので、普段こんなこともしてるんだなっていう勉強にもなりました。まあ、実際に行っている職場の状況を体験していただくことで、中学生のまあ今後のちょっと職業選択の一つになればなという思いでやっております。このほか生徒がお客さん役になって車販売の営業トークを聞くなど、どのように仕事が行われているのか体験しながら学んでいました。